最後なのでちょっとあの先輩はサクッと先輩はサクッと報告することだけ報告して配信終わらせようかなと思います。ちょっと後輩たちの邪魔をするわけにはいかないのでサクッと今日の振り返りをして、はい、ちょっと終わらせたいと思います。みんなにね頑張ってほしいので、はい、だからまあ19時までには終わらせたいなっていう、じゃあ早く喋ろうよって話なんですけどね、はい、というわけでクールジャパンありがとうございました。2年ぶりのね開催で、その2年前にもあの出演させていただいたんですけど、今年もこうやって出演させていただけてね本当にすごく嬉しかったです。しかも今回ちょっと早い時間帯での出演だったので、皆さんね朝早くからそう並んでくださって、飲酒後の配信、ちょ聞いてほしいんだけど、私ちゃんとマネージャーさんに許可取ってますからねこれそう今日そのクールジャパンエキスポの話をまあちょっとゆっくり振り返ろうと思ったんだけど、じゃあ先に説明すると、その今日ステージが11時5分からステージがあって、ステージが終わった後こうブースをいろいろ回らせていただいたんですよ。で、ビールもね飲みたいなって言ってたじゃないですか。でそのクラフトビールのところも無事に行けて飲んだのね、なんか飲み比べのやつにして、越後ビールさんの飲み比べのやつにして、でもあの一人で全部飲んだわけじゃないから、でもまあ大体2杯分ぐらいは飲んだかな2杯分ぐらいは飲んだかな。でそれそのマネージャーさんと一緒に飲んでて、その飲んでて、あ、そう、その場では飲んでないです、楽屋に持って帰りました。はい、それで、うん、2杯分ぐらい飲んだ。でもあれよ、これぐらいのちっちゃいこういうプラスチックのカップだからね、2杯って言ったって。でそれ飲みながら、え、私ってこれ飲んだらもう配信とかしない方がいいんですかねって言ったら、え、別に大丈夫じゃない、その配信上で配信しながら飲むのは NG なんだけど、別になんかもうとんでもなくベロンベロンになるわけじゃないでしょうって、ちょっと酔っちゃったぐらいが可愛くていいんじゃないめっちゃ面白くないちょっと酔っちゃったぐらいならいいんじゃないって言われて、あ、わかりましたって今に至るので、まあ飲んだは飲んだよ、飲んだけどでもちゃんと確認取ったし、いいよって、配信上で配信上で飲んでなかったら大丈夫だよってちゃんと許可をもらったので許してくださいうん、ちょっと酔っちゃった、全然酔ってないんだけど全然酔ってないんだけどって言われた。そう、ちなみに飲んだのはなんかさ、いちごビールの飲み比べのやつで4種類選べたのね。で一番飲みたかったやつがなくなっちゃってて、なんかそのピーチとルレクチェみたいなのがあったんだけど、それねなくなっちゃってて飲めなくて、だからなんだっけ、コシヒカリビール、そのめっちゃ一番ベーシックなやつと、なんか白ビールっていうやつと、あとはなんだっけ、マスカットと青リンゴの4種類を飲みました。はい、もうなかったの、一番飲みたかったのに、それがでもやっぱ一番人気だったみたいでなくなっちゃってました。そう、え、そうだね、確かに車で来た方はね飲めなかったよね、すいません、いただきました。あ、ユーハはユーハも一緒に飲んだんだけど、ユーハめっちゃお酒弱いらしくて、一口だけそれぞれも飲んでないか、多分あの何人飲んだかな、でも3、でも4種類全部一口ずつ飲んだかな、わかんないけど、でも一口しか飲んでないユーハはほぼ私が全部飲みましたそう、しかも私はそのクラフトビールだからいろんなその味があって、え、飲んで、わ、え、これ全然ビールじゃないみたいな、そのいい意味でね、そのマスカットのやつがめっちゃ美味しくて、全然ビールじゃなくてどっちかっていうと白ワインみたいな味、そう、全然その麦感は強くなくて、そうで白ワインみたいな風味だし、ちょっとね炭酸が強めで、え、なんなら全然アルコールも感じなくてえ、めっちゃジュースみたいとかって言ったのね
で、ゆうはにも一口、そう、ゆうははお酒あんま強くないみたいだから、じゃあ一口って言っての飲んだんです。ゆうははやっぱまだ二十歳迎えてね、2ヶ月も経ってないから、うんうんうんおーみたいな、まあでもすごい、あ、飲みやすい、すごい気使われたすごい気使われました。そうだね、まだね、私もだってそんなさ、二十歳になってすぐ飲めたわけじゃないもん。特にビールは、ビールよりも先に日本酒の方が飲めるようになったので、今はビールの方が好きかなって感じだけど、まあ、日本酒も好きだけどね、今はビールの方が飲みやすいと思うけど、二十歳になったばっかりの時はやっぱビールの方がなんか苦いって思ってたので、まあそうだよねって感じ。うん、ユーハにはジュースには感じなかったみたい、ちゃんとアルコール感じたみたい。でも私はもうなんかバカ舌なのかアルコールも感じなかった。全然めっちゃジュースかと思っちゃった。すっごい美味しかったです。はい、苦いが美味しいと感じ、え、そう、なんかそれってでもその年を重ねていくほど味覚が鈍くなるから、なんかそういうビールとかも美味しく感じるってよく言うじゃないですか。若い時はやっぱその苦く感じるからみたいな、だからもう本当にそういうことなんだなってそういうことなんだなって、はい、思いました。でもなんだかんだ私はやっぱ一番ベーシックなビール、そのコシヒカリビールかな、そのいちごビールさんの中でのそれがすごい、はい、美味しかった。それはほぼ一人で全部飲みました。そう、なんかマスカットのやつとかは、え、これめっちゃ美味しいよってそう夕飯にあげたりとかしてたんだけど、多分本当に一番ベーシックなビールは一人で全部飲んだかもしれない。そうなんですよ。でもすごい、はい、美味しかったです。でも本当は他にもめっちゃ飲みたいのあった。なんかそのクラフトビールのブース、いろんなねメーカーさんがこう並んでて、他にもすごい気になるのいっぱいあったんだけど、ちょっとさすがにねファンの方もいらっしゃるし、そのなんかスタッフさんにこれもこれもとは言えなくて飲み比べで、はい、我慢した。そう、でも嬉しかった。絶対に飲みたいと思っていたので、はい、よかったです。でステージの話に戻ってもいいかな。私このままだとビールの話で2時間ぐらいしちゃうから、今日17時までには終わらせたいのこの配信。ステージの話に戻りますが、そう、なんかビールもらうの待ってる時が一番いい顔してるよってスタッフさんに言われてめっちゃ恥ずかしかった。そんなわけない、ステージに立ってる時が一番笑顔だもん。あ、違う、19時、ほらこういう一個間違うだけで酔ってるだろみたいな扱いされるからさ、本当に良くないんだけどさ、これ時間の間違いはよくある話です。でステージなんですけど、そうね、朝めっちゃ早かったからね、すごいなんか並んで、めっちゃ朝早くから多分みんな並んでくださってたみたいでね、ありがとうございます。すごいあの見慣れたお顔がたくさんいらっしゃいました。でもその中にもこうなんか普段はあんまり多分見たことない、 NCT のステージ見たことないんじゃないかなっていう方だったりとか、ちっちゃい子がねほんとたくさんいて、あ、そうだ、今日朝5時起きだったから私もそう、朝5時起きでした。ステージがさ11時5分スタートだったじゃないですか。でもその前にリハやったりとかで、11人全員メイクしなきゃいけないからさ、とかってなると結構朝集合早くて、今日5時起きでした。今日は6時過ぎから、あ、やっぱそんなに早くから並んでたんだね、
そう、めっちゃ早くから並んでくださってたみたいで、朝めっちゃ早く行こうと思ったら寝坊して、いやそうだよねそうだよね。7時過ぎに着いたら60人ぐらい、そう、なんか随時スタッフさんがなんかこう列の様子とか写真をグループに送ってくださってたんですけど、すごい行列だったし、なんかその入場してくる瞬間、皆さんがその入場してきてライブステージのこのさ椅子のところにさダーって並んでいく瞬間とかも動画で動画で収められてて、それがグループに展開されてたんですけど、めっちゃみんな早歩きでそう歩いてる方がいらっしゃって、いやすごい、みんなお待たせしました動画で回ってきたえ、見たよちゃんと、わーすごい、めっちゃ人が入ってくるみたいなそう、なんかでもそれで私たちがステージパフォーマンスしてる時も、その客席側なんて言ったらいいのかな、なんか後ろからステージをこう後ろから写真をスタッフさんが撮ってくださったんだけど、多分その飲食ブース、私たちがこのやらせていただいたステージの前にラーメンのあのブースがあって、そのラーメンのブースの前になんか食べるスペース、飲食スペースがあって、そうだからその飲食スペースからも、まあ、ちょっと遠いけどステージ見えるみたいな状況だったんですね。そうで、なんかスタッフさんがその後ろからねステージの写真を撮ってくださったんだけど、なんかその飲食ブースのところにいたちっちゃい子たちがなんか椅子の上にね立って、まあちょっとお行儀は良くないかもしれないけど、椅子の上に立ってステージを頑張って見ようとしている後ろ姿をスタッフさんから写真が送られてきたり、あとお父さんに肩車されてるちっちゃい子の後ろ姿とかも写真が送られてきて、なんかすごいそのステージから見た時はこう普段の見慣れたお顔がたくさんいらっしゃったんですけど、そう だけどそうちっちゃい子たちも今日すごく多かったの でちっちゃい子たちにもそうやってね、なんかアイドルのステージをこう見てもらえたのはすごく嬉しかったです。なんか5期生にするにはちょっと多分まだちっちゃすぎるような子たち、幼稚園とか小学校低学年とかなんかそういう子たちぐらいの子たちがすごいそういっぱいいらっしゃって、ちょっとまだ5期生には早そうだったけど、でもねこうアイドルとしてなんか憧れの気持ちを持ってもらえることはすごい嬉しいことだから、なんかねそういう風に思ってもらえてたら嬉しいなって思いました。うんステージ高いから飲食からもよく、そうなんですよ、私たちからもそっち側のブースの方もすごくよく見えて、そう、いや嬉しかった。なんかその座席もね、その準備されている座席も満杯で、そう、その他にもこう立ち見っていうのかな、立って見てくださる方もすごくたくさんで、そう、いやすごい嬉しかったし、その今日ステージ始まる前にリハをやってたんですけど、なんかその時に今回そう選曲があのちょっと MC でも喋ったんだけど、マックスとかみどもりとか、やっぱ今回ここでやるからこその楽曲選んだりとかっていうのが結構あって、であとやっぱ渡り鳥とか一瞬の花火とかはこうやっぱ曲がさ、なんて言ったらいいんだろう、結構難しい、結構表現重視な曲じゃないですか、渡り鳥一瞬の花火って。そうだからそのステージを見に来てくださった方だけではなくて、そのクールジャパンエキスポに普通に遊びに来てる方がステージでなんかやってるなってなった時に、ふと見た時にその引き込まれるようなパフォーマンスをしてほしいっていう風にその先生に言われて、ダンスの先生に、なんかそれって本当そうだなって、ただあなんかやってるなで終わりじゃなくて、なんかその場でこう立ち止まって見てみたくなるようなパフォーマンスをそうしたいなって思って、それはすごくあの意識して今回はパフォーマンスをしたかなと。あとこれで やっとて、これでその今年のイベント系は一旦落ち着いちゃうので、もしかしたらこれが最後だったかな、イベントとかでこの一瞬の花火を披露するっていうのが。そうだからなんかそう思うと、あそう、みはるさんもね来月卒業も控えてるので、
ってなると、このメンバーでこうやってイベントに出演させていただくのは最後だったんじゃないかなと思うと、なんかよりこう気合が入ったというか、うん、めっちゃ滝汗でした、顔ずっとめっちゃ滝汗で、しかも結構照明が強めだったから、もう顔ガンガン汗かいてました。いやでも本当にすごい楽しかったです。なんか暑かった、いや皆さんのね熱気だと思います。めちゃくちゃコールも大きくて、はい、すごく嬉しかったです。楽しかった。そうだから、いつもの その出演させていただくフェスとかよりはちょっとその意識する部分が少し違うというか、 MC もねその新潟のことをしっかりアピール喋るみたいな時間があったりとか、そうちょっと普段のライブとは違うイベントフェスとかとは違うような感じで、はい、やらせていただきました。そうお客さんの層を考慮するというよりかは、やっぱイベント自体がアイドルフェスとは違って、で今回のこのクールジャパンエキスポっていうのが新潟のその産業だったりとか魅力をこう全国とかあの海外に発信するっていうイベントなので、そこの意識をみんながちゃんと持ってステージに臨んだって感じかな、うん、そう普段はやっぱりアイドルフェスとかだと1曲でも NGT の曲を多く聴いてほしいっていう思いがあるので、 MC 短めで楽曲を結構詰め込むことが最近のフェスは多いんですけど、今回その楽曲聴いてもらうことももちろんだけど、 NGT48 がこう新潟でどういう風に活動してるかとか、そのアイドルっていうのもそのなんだろう、クールジャパンエキスポの一個のなんていうの、そういうなんて言ったらいいんだろう、難しいけどカルチャー、そういうカルチャーの一つとしてアイドルっていうものがあるよっていうアピールの場だったので、そうだからちょっとこのアイドルフェスとは違う感じでやってたかな。そう20分の予定よりも長かった、それは多分 MC がちょっと長かったんだと思う。やっぱいつものフェスの感覚よりも MC 長く喋るって思ってるとちょっと長かったかもしれない。皆さんにね楽しんでもらえたら嬉しいなと思うし、最初はその台本にはなかったんだけど、そのせっかくねこのファンの方だけじゃなくていろんな方が多分今日イベントに来てくださってたから、帰省オーディションも始まるし、なんか一人でも多くの方にそのオーディションを開催するよっていうことを知ってもらいたかったので、ちょっと台本にはなかったんだけど、こう帰省オーディションの告知も最後に入れさせていただいて、そうちょっとねその年齢的にはあまりにも若すぎる、幼稚園児とかなんかちっちゃい子が多かったし、その5期生オーディションを受けるくらいの年齢の方がいたかはちょっとわかんないんだけど、でもねその場にいなくても、例えばたまたま来てた方、なんか近所の可愛い子いるなとかさ、なんかあお友達のお姉ちゃんとかどうかなとか、なんかそういうね、そうオーディションやってるっていうこと自体を知ってもらうことが結構いいし、その実際今日のねステージを見て、ね、こんな風にアイドルってやってるんだっていうのをなんか見てもらって身近に感じてもらえるすごい貴重な機会だったと思うので、そうだからやっぱオーディションの告知は絶対入れたいなと思ったのでちょっと入れました。そうね、そう、そしてオーディションの話といえば、先ほど八千代コースターも放送されまして、はい、本当はね土曜日の午前中に放送されるんですが、ちょっと番組の都合により先ほど日曜日16時に放送されたんですけど、はい、そうなんかこの前、そうあの5期生オーディションを発表した公演の日めっちゃカメラ入ってたじゃないですか。多分公演入ってくださった方わかると思うんだけど、普段ってその公演の時って DMM 用のカメラしかいないじゃないですか。なんかめっちゃカメラいてその日その時のね、そうカメラ何だったんだっていうと、この NST さん
そう、八千代コースターさんに入っていただいてたっていうのがあったんですけどそう、めちゃくちゃかっこいい5期生オーディションの告知のね、動画を作っていただいて、そう、それももう早速 YouTube の方に載ってるんですけど、今回八千代コースターさんでその5期生オーディションの密着をしていただくことになりまして、まあ、それはちょっとこの前もう先にねニュースアップされちゃってたんだけど、 NGT の方でそう番組でね密着していただくことになってて、それは随時 YouTube の方でもアップされるんですけど、大好き新潟チャンネルの方にも、まあ、その1本目として今日さっき放送されたやつ、その作っていただいた5期生オーディションのね映像がもう早速アップされてるんですけど、そうなんです。で今回その密着をしていただくっていうのがあって、まあ、八千代コースターさんに出演させていただいたという、はい、初めて。もうさ、ずっと昔からもう八千代コースターという番組が始まった当初からずっと見ていた番組だったので、そう、出演できてすごく嬉しかったし、たまちゃんさんとも久しぶりにお仕事でご一緒できたりとか、ビューティストの横山美久さんと初めてお会いできたりとか、めっちゃ楽しかったです。実は笹団子マシンさんも今までお仕事とかでご一緒したことがなくて、初めましてで、そうなんです、すごい初めましての方の方が多かったんですけど、とってもアットホームで、ね、5期生オーディションの告知のために番組に出演させていただいたので、八千代コースの番組自体はもう本当に後半の方しか出てないんですけど、そうなんだけど、番組のその一番最初からずっと収録の方は見させていただいてて、そうだからずっと見てたのね、収録してる様子、自分が出てない間も。そうだから、なんか今日さっきちょうど帰ってきてリアタイできたのでお家で見てたんですけど、なんかその収録してる様子を見てたから、見てたやつがテレビで流れてるのなんかすごい面白かった、不思議な気持ちになりました。そうてか早いよね、収録したのだってさ、この前なんで、今週の先週の月か火曜日か、火曜日だ、公演出てなかった22に収録したから、早いよね、もう放送された。でもそうなのか、なんか毎週やってる番組ってそんぐらいのスパンで収録するのか、今までそういう経験があんまりないから、なんか早っって思いましたそう、めっちゃ早かったね。毎週やってる番組は多分そうなんだろうね。びっくりでした。毎週火曜収録、土曜放送、待って、なんでそんなに知ってるの。そう、びっくりしたんだよ、私さ、火曜日公演出なかったしさ、別のお仕事してきますしか言ってなかったのね、 SNS とかで。なのに八千代コースターかなって言われたのなんかチャットの返信とかで、え、なんで知ってんの、めっちゃびっくりしました。ラジオみたいな、確かにエッサの収録ってそうだね、結構短い。そう、番組の収録は今まであんまりなかったかな、まあ、あっても収録した何週間後とかに放送されたりするから、なんかスパンの短さに驚きましたそうなんですよ、でも本当にそう、今回八千代コースターさんでね、こう期生オーディションを密着していただくということで、その多分随時ねオーディションの様子を皆さんも見ていただけると思うので、なんかどんな子がね入ってくるのか、皆さんも一緒に見守っていただけたらと思います。はい、私もだってまだオーディション応募自体は始まってないじゃないですか、その指導したっていう、まだ応募も始まってないのに密着がスタートするから、なんかこの先どんな風になるか私もわからない、怖ってめっちゃ怖い。現在進行形でこう進んでいくわけじゃないですよ、なんならまだ現在進行してないのは勝手に進行してるみたいな感覚だから、すごいこれからどうなるのかワクワクなんですけど、でもね、なんかやっぱ密着、私もそうなんだけど、オーディションの密着ほんと大好きで、オーディションの密着とかさ、オーディション番組とかさ、やっぱ好きなのよ自分がその対象だった時は身を潜めてたけど
その対象の時はすごい嫌だったから身を細め潜めてたけど、そう見るのはめっちゃ好きなのよ。オーディション密着大好き、オーディション番組とかも大好きだからそれがなんかこの自分たちのグループになるってね、すごい楽しみ、うん、いやどんな子に来てもらえるかな、楽しみですね。今回その年齢制限がさ、上の上限がないっていうのもなんかどんな人が来るのか楽しみだって。今まではもうさ年下しか入ってこない環境だったけど、もしかしたらもしかすると自分より上とかさ同い年がさここに来てねここに来てできる可能性があるかもしれないってことじゃないですか。もう私は後輩はもう年下しか入ってこないもんだと思ってたから、そうどうなるんでしょうって感じ、ドキドキします年上の後輩がついにここに来てできちゃうかもしれないねえ、どんな感じなんでしょう。小学生メンバーはね多分いないかな、満12歳以上なので基本大体中学生からしか多分もうそう、あの下はね、そう下はあるので、そうなんですよ。だから小学生が入ってくることは多分ないんだけど、基本は中学生以上なら何歳でも OK みたいなどうなるんだろう、楽しみ。それでも随時あの八千代コースターさんの方で密着をしていただくので、皆さんもね楽しみにしていてください。だしその八千代コースター自体の番組は新潟でしか放送はしてないんですけど、その今日もう早速アップされた通り YouTube の方でも随時アップされますので、あのぜひね県外にお住まいのファンの皆さんも五期生オーディションの様子っていうのはちょっとぜひ見守っていただけたらと思います、はい、加入してすぐ一緒に5期生とお酒飲めるかな、確かにそれはありえるねそれはありえるわ、まだ4期生ともほぼお酒飲んでないから、それはいいなそれはいいないや楽しみ本当に。なんか今までもねちゃんと密着はあったんですよね。1期生の時も2期生の時もテニーさんの方でその時は密着をしていただいてて、あ3期もまああったかな。そうでもそれって全部もうメンバーが決まってからこの子たちが合格するまでのなんかオーディションの流れをなんかこう一つの番組にキュッて収めたみたいな密着だったじゃないですか。だからその進行形で密着されるっていうのが今までその例がないから、なんかどういう感じになるかドキドキするね。ドキドキ。そう4期はねそう放送なかったですね、うん、そう加入前の状態、そうだからほんとドラフトみたいなまだメンバーにはなってないのにって感じだから、いや楽しみです、はい、だから今回初めて八千代コースターさんに出演させていただいたんですけど、もしかしたら今後、いや私は知らないけど出る機会がまたあるかもしれないのでね。でもそうだね、密着これだけやってもらうのでまた番組に出る機会はねあるかもしれない、楽しみです。最近だとネットフリで配信、あえあんな壮大なやつじゃないと思うけどいやどうなんだろうね。でもそのダンスレッスンの様子とかもね流れるかもしれないですね、うん、審査はね私は多分関わらないんじゃないかなと思う。まあどんな子が入ってくるかはもちろん気になるけど、でもやっぱその人の人生のかかってること
だし、その私もメンバーの立場なので、なんか自分が審査することはまあないんじゃないかなと思います、うん、分かんないけど何とも聞いてはいません、うん、はい。なんかそこをね、あんまりその何も言われてないけど、もしじゃあやりませんかって言われたらちょっと結構悩むかも。悩むっていうのはあんまりやりたくない側で悩むそう、なんかね、やっぱ人の人生に関わることだしさ、うん、そこはなんか自分もメンバーだから、うん、でも逆にメンバーだからこそ分かる視点もあると思うから、そこはね難しいけど、どうかな。まあ今のところは関わる、そう、見に行くのはしたい。どんな子が受けてくれるのかなっていうのはめちゃくちゃ気になるけど、なんかその審査に口を出すっていうのかなとかはなんかできたらあまりやりたくはないと思っていて見は、そう、見には行きたいと思うけど、審査にはあんま関わなくていいかなって思ってるけど、でもわかんない。そんなこと言ってバリバリ審査してたらすいませんどうかな。まあでもね、だからその面も含めて多分八千代コースターさんのその密着でみんなと同じスピード感で多分なんか知ることになるんじゃないかなって思います、うん、絶対関わった方がいいよ。いや難しい、なんか立場的にやっぱ難しいよね。これが自分がもうさメンバーじゃなくて、でもやっぱメンバーだからこそ分かる視点も絶対にあると思うから、なんかそうなった時にはなんか関われたらなと思うけど、なんか自分もアイドルまだしてる身でってなるとやっぱ難しいなとは思うね。いやでもすごい楽しみにしてます、はい、ね、今日ステージを見に来てくれた方の中にもしかしたら未来の5期生がいるかもしれないし、なんかそういう子がいたら言ってほしいな。その過去にこの見に行きましたみたいな言ってほしい、うん、私は過去にまあ劇場公演とかときめっせでねやってたイベントもね行ったこと、なんかテニーさんのフェスみたいなのがあって、昔チームメイトさんが出てた時に妹と見に行きましたねとか、なんか合格したら以前こういうのを見に行ったことがありますとか言ってくれたら嬉しいな、うん、そう、あ、そう、あのね今日ねステージねみなちゃんが見に来てくれて、みなちゃんめっちゃ久しぶりに会えました。いつぶりだろう、めっちゃ久しぶりに会った。みんなも会えた？みなちゃんにうれしかった、本当に久しぶり。そう、楽屋にも会いに来てくれて、そうステージもずっと見てくれてて、そうなんです。あ、撮影 OK だったの撮影 OK だったの、みなちゃん。そうなの。いや、そう、嬉しかった。なんか久しぶりに会えて、なんか話せただけでもすごい嬉しかったけど、ステージをね見てもらえたのもめっちゃ嬉しかったです、うん、でもさ今日披露した楽曲さ、まあ、頭3曲は昔の曲だけど、じゃあ頭3曲は昔の曲だけど、その後渡り鳥、ポンコツ、あの別だったから、渡り鳥、ポンコツ、あの別、一瞬の花火だったからさ、もうその後半の4曲はみなちゃんが卒業してからの話なんだよね。え、って思うとさ、なんかみなちゃんってもう卒業してからそんな経ったって感じしない？でもそうなんだよね。そうか、なんかその今やってる思い出いっぱい公演とかもそうだけど、なんか思い出いっぱい公演って割と昔の NGT の昔の曲が多いじゃないですか。だからなんかそのやっぱりフェスとかも NGT のこの昔の楽曲をやってる
イメージだったんだけど、っていうのもなんかポンコツとかも昔の曲の感覚なのよねもうだって2021年の楽曲だから。そうでもそう思うとさ、なんか今回のセトリは半分以上がミナちゃんが卒業してからの楽曲だったのかって思うと、なんかびっくり、時の流れを感じますね。うん、だからなんかミナちゃん、そのステージ終わってからは会えてないんですけど、ステージの前に会ってその後ステージ見てくれてたから、なんかじゃ感想とかは聞けなかったんですけど、なんかミナちゃんにどう映ったのかめっちゃ気になるめっちゃ気になる。みなちゃんしゃべぴまでいました、うんね、そうだからしゃべぴやれたらよかったけど、えしゃべぴさ本当にさ夏過ぎたらやらなくなったよねブースティー祭りでさやったけどさ、しゃべぴ夏過ぎたら本当にセトリから外されてたやっぱ夏限定の曲なんだあれ。えそうなんだよ、私もさなんかここ最近ずっとあの別のセンターいっぱいやってたんだけどさやっぱ夏終わるとしゃべぴやらせてもらえなくなっちゃうのか本当に夏限定みたい。いやそうだから、でもブースティ祭りでできたからね嬉しかったけど、本当に夏限定だったみたいね。てかまあ今年はその一瞬の花火がねもう夏曲としてあったからね。そうマックスは年中無休、やっぱそうよ、マックスはねみんな知ってる曲って感じするし、今日も1曲目にやったけどね。そうだからまたちょっとしゃべぴーはしばらくお預けかな、来年の夏までまたどこかでまたどこかでできたらいいなって感じですね。そのプレミアム感が帰って、ああなるほどね、確かに夏にしかやらないぞみたいな。もうだからフェスはやりまくりたいんだけどさ、夏のフェス過ぎたらさ、フェス今年結構多かったじゃないですか、秋になってもね。そうでも、もう夏を過ぎたらことごとく瀬戸利からなくなってただからもう真夏にしかやらせても、残暑はダメ、真夏にしかやらせてもらえなくなっちゃったいやでもやっぱさ、なんかその今年は本当にフェスにいろいろ出させていただいて、まあいろんな瀬戸利でこうやったけど、やっぱしゃべぴ盛り上がるよねすごい、うん、やっぱフェスなんでかわからないけどマックスとしゃべぴの認知度がすごく高い、その NGT のファンの方以外の方にもね、まあ、マックスはわかるけどさ、なんかその中でしゃべぴがなんか名を連ねてるのはすごい嬉しいことだなと思うんだけど、そうもう本当やっぱ盛り上がり方が全然違うので、また来年ねフェスに出させていただける時にはまたしゃべぴができたらいいな。だし来年の夏にはさ、そうだって今年はさ一瞬の花火の選抜メンバーでさフェスにいろいろ出させていただいたけどさ、その中でまあ磯がね今回4期生で唯一選抜入りして、フェスは結構磯も一緒に回ったじゃないですか。って思うとさ、来年の夏はさそれこそこれから入ってくる5期生がさ来年の夏フェスには一緒に出てるかもしれないと思うとさ、なんかすごいよね。でもそういうことだね、磯もさこれぐらいでさオーディション受けてて12月にお披露目されて夏フェスを一緒に回ったわけだからさ、来年の夏には本当に5期生が一緒にフェス出ててもおかしくないわけじゃないですか。来年の夏も楽しみだね楽しみだね。いやどうなるんですかね、本当になんかそう思うと本当毎年フェスに出る顔ぶれがすごく変わる。去年はねその日向さんもりかさんもまだ夏にはいらっしゃったから、去年から今年のこの夏フェスのメンツもすごく大きく変わったけど、ここからさらに今年は一瞬の花火の選抜メンバーでフェス基本回してたから、その
みはるさんも卒業しちゃうし、はるかも卒業しちゃうし、また来年の夏フェスに出る頃にはまたメンツがこうすごい変わってるんじゃないかなと思うとね、なんかどうなるのかなと思うし、まあ、来年の夏フェスにもなんか自分も出させてもらえてたら嬉しいなと思うし、必ずしもいるとは限らないですからね。やりたいけど、痛いけど入れるとは限らないから、そう、なんか来年の夏フェスもいっぱい出れたらなって思います。でも多分今日のこのイベントは今年のフェスだったりイベント系の集大成になったと思うので、でもその集大成がさ、この地元新潟のイベントだったっていうのはすごい嬉しいなって思って、そう、新潟のイベントにやっぱ出させてもらえることっていうのはすごく特別な思いがあるので、それはなんか今年の集大成として今日このイベント新潟でできたっていうのはすごく嬉しかったな。ちょっとね、もう一瞬の花火の衣装自体も着る機会がもしかしたらもうないかもしれない、どうだろう。シングル表題衣装ってなかなかね着る機会なくなっちゃうからね、意外とその表題以外の楽曲の衣装の方がさ、いろんなところで着たりするけど、表題衣装ってあんま着ないし、しかも今回は11人選抜だったから衣装自体が11着しかないので、だから今後どこかで着るってなった時に全員で着れないから、そうってなるとやっぱりこの一瞬の花火の衣装着る機会は結構今後少なくなっちゃうんじゃないかなって思うので、あー確かにお渡し会ね、そうでもそれも結局さ、お渡し会自体はメンバー全員でやると思うけど、その一瞬の花火の衣装持ってるのは選抜の11人だけだから、ってなった時にもしかしたらなんか全員私服ってなる可能性も全然あると思うし、それはちょっと分かんないけど、うーん、そうなんですよね、だからどうなるか分かんないけど、またね、そうしばらく着る機会がなくなっちゃうと思うと着れて、そう今年はいっぱい着れたな、フェスでもね着たし、うん、と思います。はい、あ、なんかね、お渡し会、あ、そうでもお渡し会ね、みんな安心して忘れてはなかったよそりゃそうか、忘れてはなかったよ。なんかね、そのいろいろなんか、うん、なんて言ったらいい、私から言えることは少ないけど、どう言ったらいいのかな、まあ、その順を追ってって感じ、うん、順を追って、そうだから忘れられてるわけじゃないから気長に待ってください。やることはちゃんとやるって言ってました。ただその順番がねいろいろあるみたいなので、うんときめっせ、いやいや、でもすごい思いました。なんか今日ときめっせが会場だったじゃないですか。そうで、なんかやっぱここでコンサートしたいなってすごい思いましたね。うん、なんか特にその2曲目にセカオでナナミがセンターだったんだけど、ナナミがソロでセカオのさ頭を歌った時に、なんかそのときめっせに響き渡るソロめっちゃいいなって、あ、私もあの別ソロだったけどさ、イントロのとこに頭かソロだったけど、ときめっせでソロで歌うのかっけえと思って隣で聞いててそう、自分が歌ってるわけじゃないんだよ、自分が歌ってて気持ちいいじゃなくて、隣で歌ってんの聞いててかっけえって思っててだからやっぱすごいそれは思いました。ときめっせでコンサートやりたいなーって、この会場なんか NGT の曲いっぱい流したいってすごい思いましたね。うん、そう、ときめっせコンサートやっぱやりたいなーっていう気持ちが結構大きくなったステージでしたね今日は。そう、なんか今回はその会場のこの一角がこうステージになってて、そこにこうお客さんがたくさん入っててっていう状況だったけど、やっぱそのもうときめっせこの全体をこう埋められるぐらいのなんかステージ
やりたいなって思ったし、その楽屋とかもその前回トキメッセでコンサートした時だから4年前かな、4年前トキメッセでコンサートした時のなんか楽屋で思い出して、うわーここに OG 座ってたよねとかって話してて楽屋の中でそう楽屋の感じもすごいなんか懐かしいと思って、やっぱトキメッセでコンサートやりたいなって思ったね。そう、でもそれをさもう知ってるメンバーが全然いないから、そう懐かしいってなんないのよ、もう今半分以上がトキメッセでコンサート自体を経験したことがない子たちだから、なんかそれはやっぱりそのやっぱり私たち、私は加入してすぐと4年前にトキメッセのコンサートをやったけど、それってやっぱどっちも先輩たちに連れてきてもらってその場所でコンサートをさせてもらえたから、なんかそれをちゃんと自分が後輩たちにそれを経験させてあげたいなって思う。自分がやっぱ先輩にやってもらったことを今度は自分が先輩になって後輩たちに返したいじゃないけど還元したいってやっぱ思うし、もう半分以上がそのステージには立ったことがない子たちなので、なんかその子たちでそこを目指すっていうのもすごく素敵なことだけど、なんか私は先輩という立場としてやっぱ連れていきたいという、うん、なんだろう責任感みたいな、なんかもうゼロから目指すもすごいかっこいいと思うけどね、 それってでもすごく大きなことだから、なんかそれよりかは今自分たちがここにいる間に後輩たちをなんか同じとこまでこう引き上げるじゃないけどできた方がなんか今後のグループのためなんじゃないかなとも思ったりする。やっぱり今日トキメッセでやってここで単独やりたいなとはすごく思いました。それがいつになるかわかんないけどやれたらいいなって思いますね。ね、できたらいいな。そう立ってほしい、めちゃくちゃ思いました。え、嬉しい、ありがとうございます。そうなんで、もうだってさ2期生までしか経験してないから、そうなの、もう本当に少ない。私今日もねそもそも11人でしか出てないので、そうだからみんなを連れて行きたいなって思いましたね。ね、頑張ります。ファンとしてもときめせのコンサート行ったことない。でもそういう方もやっぱ多いと思います。最後が2021年だよね。そうそうそう、2021年だからときめせでコンサートしたのが、やっぱりそれ以降に NGT のことをこう好きになってくださった方もたくさんいらっしゃると思うし、その後輩たちをあのときめせに連れて行きたいっていう思いだけじゃなくて、やっぱ何より応援してくださる皆さんをトキメッセに連れて行きたい思いはやっぱ同じぐらいあります。後輩たちを連れて行きたいのと同じぐらい、なんかその昔から NGT のことを応援してくださってて、あの以前も NGT のトキメッセのコンサートに行ったことあるよっていう方にももちろん来てほしいし、その頃の NGT を知らない人たちにもなんかこれが NGT のコンサートだみたいなのをすごい見せられたらなって思うし、どれぐらい、いやでもなんだかんだ言ってでも NGT のファンの方は昔から応援してくださってる方もすごく多いから、まあドキュメッセのコンサート行ったことあるよっていう方の方が多いとは思うけど、割合で言ったらね多いとは思うけど、でもあの NGT がドキュメッセに立ってる姿を見たことないっていう方も結構多いんだと思う。割合で言ったらね行ったことある人の方が多いかもしれないけど、
確かに2021年ってもうコロナ禍だったもんね。そうだね。え、じゃあさ、コンサートコールとかなかったのか。もうあんま覚えてないんだけどさ、2回目の時はじゃあコールとかできなかったってこと？そうだよね、コロナ禍だもんね。そっか。うわー、そっか。なんか、あ、そうだ、思い出した。あそこでさ、初めてさ、なんかしゃべぴーをさできてさ、あ、そうだ、ボン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 ってそうだ、バルーンでねアンコールとかやってたね。うわー、思い出した。それだ、交流ができなかった。そうで、初めてしゃべぴーをあの大きい会場でやって、なんかやっぱでもしゃべぴー、しかもフルでやったんだよね、あの時。そう、でもやっぱコール、しゃべぴーコールが聞きたいなって思って、いつかしゃべぴーのそのコールがある状態でやりたいですって言った記憶がある。なんか今でこそもうコールするのがね当たり前に戻ったけど、確かにそうだね。そう思うとなんか今はもうねコールもできるから、またなんかやっぱりやりたいね。それもあるね。そうか、確かに。なんかあれ、私最近さ、そのときめっせのコンサートのさ、しゃべぴのさ、ピンクのキラキラがわーってなってんの見た。5期生オーディションかなえ、なんか5期生オーディションのさ、あ、違うな。え、何で見たんだっけ。なんか最近さ、そのときめっせのコンサートのしゃべぴーのさ、ピンクのリボンがキラキラキラって落ちてるさ瞬間のなんかの画像か動画かなんかを見て、めっちゃ最近に、なんかそれ結構その潜在系に使われることが多くてさ、5期生オーディションとか。え、何で見たんだっけ、めっちゃ忘れちゃったけど、なんかだからやっぱあの景色ってその写真に収めたくなるというか、やっぱあれ以降ああいうさ、なんか銀テープっていうのかな、ピンクだったけどがさこう降ってきてみたいな、やっぱああいう景色はなかなかね撮れない、ないもんね。あれから、まあ、コンサートとかツアーとかもいろいろやってるけど、ブースティー祭り、え、なんだっけ、いや思い出せないけどなんかで見たんだよな。あれ、これってときめっせの時じゃんって思った記憶がある、うん、ちょっと忘れちゃったけど、なんかまたそういうのがやっぱやりたいですね。それは本当にこう目標としてやっぱ掲げたいなとは思うな。くしゃみ出そうくしゃみ出そう。ときめっせのコンサート見に初めて新潟に来れた。あー、そうか。でもそうだ、やっぱコンサートとか大きいイベントだと、まあ、遠くからでも行こうってなるよね。いや、やりたいですねコンサート。いや、コンサートなんかそのときめっせでもう一回そのコンサートをする後輩たち、まだそのステージに立ったことがない後輩たちも連れていくっていうのも、それはなんか一番大きな目標として掲げてたいけど、なんかやっぱそこに行くまでにまずさ、それぐらい人を集められるようにならなきゃとかさ、いっぱい現実問題があるじゃないですか。だからなんかだし、そのこの前ブースティー祭りでやっぱ HKT さんとご一緒させていただいて、そのライブの経験値みたいなのをさ、すごいこの見せつけられたじゃないけど、すごいやっぱ感じたから、そのときめっせでみんなでコンサートをするっていうのはすごく大きな目標として掲げたいけど、なんかそこに行き着くまでにもっとやらなきゃいけないこととかいっぱいあるなって思うし、そのみんなのその気持ち的なさ、その方向性を同じ方向に向かせるもそうだけど、とかそのライブの経験値として、なんかコンサートもっとそのときめっせっていう大規模でやる前に
もっといろんな場所でコンサートできたらなとも思うし、なんかそういう経験をたくさん積み重ねて、なんかそこにこうついてきてくださる方もたくさんになった時に初めてやっぱそういう大きい場所でコンサートができたらなっていうのはすごい思うね。うん、段階踏むことはすごい大事だな。私、うん、そうなるためにやっぱメンバーもさ人数必要だと思うし、5期生がこれからどんな子が入ってくるかは結構楽しみ。なんかその3期の時も4期の時もそうなんだけど、加入して早々にこういうすごく期待をされることってなんかある意味プレッシャーというか大変なことじゃないですか。なんか本当だったらもっと、いろんなところでこうそれこそ研究生だったら研究生としていっぱい経験を積んだ上でなんかグループにもっと貢献できるようになる人になろうとかっていうさ、なんか目標の立て方だったりするじゃないですか。でもなんか今って本当にこう人数が足りないNGT 人数が少ないから、その入ってすぐになんかすごい高いものを、先輩たちと同じレベルの高いものを求められがちで、なんかそれって本当に後輩たちにとってはすごい大変なことだと思うんだけど、でもそれを私はチャンスに捉えてほしくて、なんかそうやって先輩たちのなんだろうとそこまで引き上げるのはすごい大変だと思うけど、なんかそれって本当に逆にチャンスじゃないですか。そんなに加入したばっかりからそういう経験たくさんできるかもしれないっていう、なんかだからその大変な気持ちももちろん理解してあげられるし、自分たちもそういう経験をいっぱいしてきたから、だけど本当に3期4期はこれからのグループの力になる子たちだと私はすごく思ってるので、 それをチャンスと捉えてみんなにはいっぱい頑張ってほしいなって思うし、なんかそういう子たちと一緒になんかときめせて大きい場所でコンサートをしたいなって、はい、すごく思いました。というわけでもうすぐ19時なので終わりにしたいなと思います。そう、4期生のイベントがラストスパートなので、はい、私はここで退散え、もうほんとこれさ言っていいのかな。最近さ先輩メンバーがみんなさ自分たちをおばば呼ばわりしててさっていうのも、この前のブースキー祭りの時になんか若手選抜ってあったじゃないですか。で若手選抜がそのステージ この真ん中から出るために、あの私たちは若手メンバーじゃない人たちをこう一番端まで履けなきゃいけないっていうので、その履ける出口を間違わないようにおばばは袖、おばばは袖ってずっと言ってて、その名残がねなんか残ってて、最近本当に自分たちのことおばば呼ばわりしちゃうんですよ。で今日もステージ終わった後になんか2グループに分かれて、3、4期と1期ドラ3、2期で分かれて、そのいろんなブースねご挨拶させていただいたんだけど、おばばはこっちだよって自分たちでずっと言ってて、ね、そう最近自分たちおばば呼ばわりしちゃうんですよ。本当に自分たちで言っちゃうからよくないよねおばば遊べ、おばば遊べってめっちゃ面白い。本当に口癖になってきちゃった、っていう話でした。やばいもう終わらせなきゃランキング読みます。10歳みのるさんありがとうございます。12位とちおのすえぞうさんありがとうございます。11位あらきさんありがとうございます。10位そばサンドさんありがとうございます。9位のびさんありがとうございます。8位ラーマさんありがとうございます。7位ヒーローさんありがとうございます。6位 DD さんありがとうございます。5位マーチンさんありがとうございます。4位あやめさんありがとうございます。3位ノートンさんありがとうございます。2位のサラさんありがとうございます。1位ホシーさんありがとうございます。それでは4期生のねショールームイベントがありますので、皆さんぜひ応援してあげてください。みんなも頑張ってね。それではありがとうございました。バイバーイ。